お世話になっております、マサルです。今回はメッセージ認証符号 Mac について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初にメッセージ認証符号 Mac とは何か概要を勉強します。その後メッセージ認証符号の生成方法、最後にメッセージ認証符号は作成者を判断することができないという話をして終わりにしたいと思います。それでは始めていきましょう。前回までは通信している人や物が本物かを確認するエンティティ認証について一緒に勉強していきました。今回からはやり取りしているメッセージが本物であるかを確認するメッセージ認証について勉強していきます。例えばインターネットを経由してどこかと通信をする場合、通信経路中に悪意のある第三者がいて通信内容を書き換えてしまったり、経路中に通信トラブルが発生してデータの形が崩れてしまう可能性があります。このような場合に備えてインターネットの向こうからやってきたデータが送信者が送ろうとした時の正しい形で送られてきているのかを確認する必要があります。このようなデータが最新かつ正しい状態を維持している性質のことを完全性と言います。この完全性を保証するための仕組みがメッセージ認証符号、メッセージオーセンティケーションコード、略して Mac と言います。 Mac の生成方法については次のスライドでお話しします。Mac の一つの種類として HMac というものがあります。ここでは HMac を使った Mac の生成方法についてお話しします。 HMac を使うとデータの完全性とメッセージ認証を同時に検証することができるようになります。具体的には送りたいメッセージがあるときにメッセージだけを送るのではなく、送りたいメッセージとともに Mac 値を一緒に送ります。 HMac の場合 Mac 値は相手と共有している秘密の情報と送りたいメッセージを合わせてハッシュ関数で計算をすることで HMac の Mac 値を作ることができます。 HMac の場合の Mac 値を作ることができるのは秘密の情報を持っている人だけです。確かに秘密の情報を持っている相手が送ってきたというメッセージ認証をすることもできます。さらにハッシュ関数の特性上、入力値が少しでも異なるとハッシュ値が変更されることから、受信者は受信したメッセージとともにハッシュ値である Mac 値を検証することでメッセージが正しい状態であり、壊れたり改ざんされたりしていないかを調べることができます。では HMac を利用したメッセージ認証符号の流れを確認していきましょう。事前に送信者と受信者は秘密の共通鍵を持っている状態です。送信者はメッセージだけを送るのではなく、メッセージとともに Mac 値を送ります。Mac 値の作り方は、送りたいメッセージと事前に共有している秘密鍵の情報を組み合わせて、ハッシュ関数で計算を行い算出することができます。Mac 値ができたら送信者は送りたいメッセージに Mac 値をつけて送ります。受信者は送られてきたメッセージが壊れていたり改ざんされていないかを調べます。そこで利用するのが Mac 値です。完全性を確認するために受信したメッセージと事前に共有している共通鍵の情報を使ってハッシュ処理を行い Mac 値を算出します。算出した Mac 値と送られてきた Mac 値が一致していれば、受信したメッセージが送られてきた時と同じ状態である、つまり完全性が保たれていると判断することができます。さらにこの Mac 値を作ることができるのは秘密の共通鍵を持っている人だけなので、通信先の相手が正規の相手であるという認証をすることもできます。このように HMac を使えばメッセージの完全性を確認できて、さらに正規の相手と通信できているというメッセージ認証をすることができます。とても便利ですよね。最後にメッセージ認証符号では作成者を判断することができないという話をして終わりにしたいと思います。 Mac はメッセージの完全性を担保して改ざんの有無を判断することができます。そして HMac の場合は通信先が秘密の情報を知っている相手であるというメッセージ認証することもできます。しかしメッセージの作成者を特定することはできません。その理由は送信者も受信者も同じ Mac を作ることができるからです。メッセージ認証符号の場合は共通の秘密鍵を使って Mac 値を算出するため、どちらも同じ Mac 値を作成することができます。そうなるとこのメッセージをどちらが作ったのか第三者が判断することはできません。
もしこのメッセージをどちらが作ったのか、作成者を担保したい場合には、次回勉強する公開鍵暗号方式を使ったデジタル署名を利用する必要があります。とはいえ、デジタル署名を使うと公開鍵暗号方式を利用するため、やり取りするデータ量が大きくなったり、計算に負荷がかかって通信が遅くなってしまいます。特にメッセージの作成者を担保する必要がない場合は、今回勉強した Mac の方が共通鍵を使って通信しているので、高速な通信を実現することができます。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティではオフラインの勉強会、飲み会、朝会、様々オフラインのイベントも行っています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。どうぞ1分ほどお付き合いのほどよろしくお願いいたします。私が育ったのは田舎でしてね、子供の頃には秘密基地なんてものを作って友達と集まって一緒に遊んだものです。ここを知ってるのは僕たちだけ、みんなには内緒だよなんて言いながら仲の良い友達と集まって遊んでました。そのうち秘密基地に入るときには合言葉が必要なんてことになって、合言葉を考えるんですね。開け、ポンキッキーみたいな合言葉を言っていた気がします。今回の Mac もちょっと似ているかもしれませんよね。秘密基地の場所を知っているという秘密の情報が共有されていて、合言葉を使って相手を認証できる。合言葉も知っているだけじゃダメ、合言葉を言う声色もある意味合言葉と声色を使ったハッシュ値みたいなものと考えることができるかもしれませんね。皆さんはどんな子供時代お過ごしでしたか？勉強の休憩時間によかったらコメント欄に書いてみてください。お後がよろしいようで。